第0話突入ウィンターシーズン。おお、外は風が冷たいぜバッキャロ。こんな日はおでんで熱燗が一番だな。おお、それはいいですね。私もおでんが食べたいな。な、ワンコ。私、はんぺんと卵がいい。お姉ちゃんはウインナーがいいな。あとがんもどき。我は汁まで飲み干してくれるわ。わしなら酒の相手もできるぞい。我もほどほどに酒はたしなむぞ。あんたらが居座ってると店閉められないだろバッキャロ。この本屋はまだ営業時間だから大丈夫。閉店時間になったら追い出すからな。外の寒さに比べてこの本屋はあったかくて居心地がいいんだよな。本の買い物はする。安心しなさい。さすがマルさん、自分が言わなくても配慮が行き届いてるな。お任せくださいお嬢様。それにしても、いやキャプテン、こんなところでお会いするなんて。確かに奇遇で候。寒さが応える季節になりましたね。それはブルマ姿だからで候。いつまでその格好なんだ。お前ら狭い店内にぎっしりすぎだろ。いいじゃん大盛況で、バイトのしがいがあるってもんだ。でエロい本はどこにあるんですかね。そういう系はここは置いてないよ。さすがにチェック済みだな。にしかし偶然とはいえ皆が一堂に集うなんて運命を感じるぜ。マジで、あたいの運命の王子誰誰、直江。いいえ違います。僕じゃないことだけは確かだね。お金持ちの僕はそんじょそこらの女性じゃ満足しないよ。いやクッキーも最後の第三形態まで変形すると言いたいこと言うな。誰がこの形態で最後なんて言ったの。なんだと。しかしなんで変形するたびに声が変わるんだアゲハさん。細かいことは気にするな。アゲハさんも遊びに来てるって聞いてはいましたけど、ここで会うとは。移動中に読む本でも探そうと思ってふとな。何でもかんでも従者に任せるのは我の主義に反する。綺麗な人だよねクキアゲハさん。髪もさらっとしてるし。ああ腰のラインなんかもセクシーだよな。さっき松風が運命と言っていたがその通り、縁のある人間は惹かれ合うものよ。早速オラのこと覚えてくれてる。感激ですね。せっかく集まってることだ、ここで宴と行くか。お、いいですねそれ。こんだけいりゃ盛り上がるぞ。暑い夜になりそうだな。カラオケになってもいけるわよ。俺の店だっつーのバッキャロ。ほんのロシアンジョークよ。ああもうごちゃごちゃしてて収拾がつかねえ。バンダナなんとかしろ。はいはい、じゃあそうだな、川上姉妹頼んだぜ、まとめてくれ。ご指名入りました。よかろう、バシッと締めてみせるわ、じっちゃんの名にかけて。ファイト、ジャザイカズカ。ドラマ CD 第5巻始まり始まり。第1話武士娘をプロデュース。風間ファミリーの皆、冬の河原によく集まった。夕暮れだから一層冷えるな。大和寒い。だからってひっつかれても。神道滅却すれば。皆さん大丈夫ですか。ダメだ、ガクトの後ろにいても寒い。俺様を風よけに使うな。うむ、元気そうだな。どうやったらそう見えるんです。ほれあやつなど。などうせ集まったんだからドッジボールやろうぜ。俺今ライン引いてっからよ。あれは子供だから。子供は風の子だしな。その通り、俺は風間、つまり風、元気だぜ。やっほー。まあリーダーが元気なのはいいこと。マユッチも平然としているな。北陸娘は寒さに強い、フェーン現象があるから暑さに強い。なんちゅう適応力。
私なんて寒いと動き止まるし、暑いとだるいし。春とかならセーフか？最近は太陽光もきつくて、もう生きづらい世の中です。で、アゲハさん、どんな用事なんですか？実は近々、久喜の極東本部がここ、川上に完成する。今建設していますもんね。それのこけら落としとして様々な人間を集めてセレモニーをするのだが、お前たちも地元の代表者として出てくれぬか？なるほど、ビジュアル的には説得力ありますね。私っては美少女だからな。いい目をしてますぜ、アゲハさん。うむ、お前はいい大道具係になりそうだな。俺様裏方確定っすか？ここは綺麗どころに任せようぜ、ガクト。それにガクトは前にスポーツジムでモテたって言うじゃん。あれは男相手にだ。モロ、まさか嫉妬？なんでそうなるのさ。出場して私たちは何をすればいいのでしょう？歌などどうだ？5人いるから華やかであろう。歌か、歌はどうだろうな。自分はそれほどでもないとは思うんだが、父様とマルさんに歌手でもいけると褒められたぐらいは自信あるぞ。いいじゃん、やるべきだよ。武士レンジャーの結成ってわけだね。でも歌なんてどうやって作ればいいのかしら。ということで、直江大和、俺がこのファミリーのブレインだから俺がプロデュースしろと。こやつ、説明の手間が省けてよいな。いいでしょう、私のです。いいえ、私のです。任せたぞ。制作はランティスが協力するであろう。生々しいのは来た。モモ先輩がブラックね。で、マユチはグリーンかな。ミヤコがね、辛いもの好きだからイエローなんだけど、やっぱりミヤコって僕の中ではブルーなんだよね。ワンコはピンクでいいと思う。そうすると色のバランスが。モロは違う世界にトリップしてしまった。なんか別の脳が働いているな。まあ地元代表って言われて悪い気はしないな。うん、お願いされた以上頑張りたいわね。ああ、頼られた以上は全力。それこそ侍。ヤマトになら、いかようにもプロデュースされるよ。松風も一緒に歌いますか？どうしようかな。松風は笛吹いているふりでもしていてくれ。え、ピッピッピピッピッピッ、できるかい。頼んだぞ、学生たちよ。で、なんでこの寒い中みんなを集めたんですか？我がついさっき思いついてな。名案だと思ったから招集したまでだ。ああ、こういう人だったな。で、実際どんな歌にするんだ？やっぱり勇往邁進って感じの歌がいいわね。恋の歌になるのかな？だったら恋も手合わせ全力でって感じがいいな。サビは全員で歌うと一体感が出るかと。本能とかそんな単語を歌詞に入れたいな。まとまりきるのかこれ。それを何とかするのがお前の役目だろう。何とかできなければ我がお前をお仕置きする。私たちもお仕置きする。どうしたの？笑うしかなくなったんだろうね。こうなったら開き直ってとことんやってやるぜ。俺はプロデュースしてみせる。5人の要望を組み込んだご機嫌な歌をだ。そして2ヶ月の時が過ぎた。いよいよ発表の時が来たぞ。苦難の日々だった。だが俺は仕上げてみせた。題して、だってマジ恋だもん。ミュージックスタート。勇み進みゆくんだ。人生かけて距離、手加減しないで求めろ本気。だってマジ恋だもん。眼差しを全て語り、中途半端な態度はダメです。甘
第2話、今時系の女の子。ねえねえ、まゆっち、この本、料理の参考になるんじゃね？確かに、これならレパートリーが増えそうです。腕に磨きがかかれば、友達もゲットしやすくなるぜ。まずは胃袋から。そういうこと。お小遣いはやりくりしていますから、なんとか買えます。イエーイ、日頃の質素倹約が生きたね。はい、この本ください。お、釣りはいらねえから。まあ、かっきり1000円だしな。それではお先に失礼します、諸岡さん。あ、うん、気をつけてね。じゃあねったら、じゃあね。なんつうか、まああれだな、年を感じるぜバッキャル。最近の若いもんの喋り方についていけねえ俺がいる。大丈夫です、僕もついていけてませんから。まるで宇宙人だぜ今な。なんだか一人なのに二人いるようだったぞ。あの子は特殊ですよ。若い頃に帰りてえな。愛車のキングストーンで海岸線を流したいぜ。現実逃避しないでくださいよ。そうよ、魂はせめて若くいろっての。うわ、羽黒さん、本屋に来るイメージなんてないのに。冬の日は燃えるような恋の小説を読んでハートから温めんだよ。なるほど。店長さんはさ、なんか若い頃ワイルドっぽい感じがすんだよね。まあ無茶もしたぜ、港でのチキンレースなんざしょっちゅうよ。ちょっと若い頃の写真見せて。そこまで頼まれちゃ仕方ねえ。あれ、用意してあるんですか。こんな感じだよ。あ、やべ、どうや、何このイケメン。どうや、何このイケメン。オラオラ系って感じだろ。その単語って十分現代のような。店長の若い頃いい、ワールドさがたまんねえ。だろ、嫌いじゃねえし。ま、今は丸くなったがよ。こういうの嫌いじゃねえし。なんだかすごいテンション上がったね。あたい系ってさ、メス系だからワイルド系の男系に惹かれる系なんだよね。まあうちのクラスだったら源見てねえやつ。そうなるよね。ごめんな諸岡、おめえはちっと愛せねえわ。ああいいよ、1ミリたりとも気にしてないから。強がんねえ。ガクトはどうなの。あたい獣の中に光る知性に濡れるタイプだから、脳筋はちょっと。うわぁ。ま、イケメンなら割と何でもいいけど。極論言っちゃった。ってことで、この店が気に入ったから、あたいが JK の言葉遣いを教えてやんよ。なんだおい、強引なやつだな。俺はせいぜい ATM で、あなたの頼りを待っているの略だってことしか知らないぞ。に、何気にすごくないですか。チョリースとか挨拶もわかるがな。ノリノリじゃないですか。それ古すぎなんですけど。なんだと、進化が早いな。でもこれなら知ってるぜ、カレオツカレオツ。ちょっとラハリヘなんで、軽く言いたくな指数でもベータしたかね。時代が逆行してんじゃねえか。つかそれギャル語とかじゃねえし。完全敗北か。て、店長、時の流れはこぼれ落ちる砂みてえだな。止められねえやバキャロ。あ、やべえ、そろそろ合コンだった、行かねえと。行くのかよ、まだ始まってもいねえじゃねえか。ほんと自由な人だな。まあ、あたいはさ、この店が気に入ったから、今度来た時に言葉を教えてやんよ。じゃあね。店気に入ったんなら本買えバキャロ。第3話、マルさんはすごいんだぞ。ある日、クリスがこんなことを言い出した。今日はマルさんが寮に遊びに来る日だ。最近よく来るね。ああ。クリスにとってはいいお姉さんだよね。うん。自分の自慢だ。マルさんはすごいんだからな。何がどうすごいの？え？それは、とにかくすごいったらすごいんだ。お、なんで写真撮ってるんだ。ミヤコ、ダダをこねるクリスが可愛くて、ついヤマトに送信してみよう。え、あ、やめろ、恥ずかしい。あ、もう返信が来た。どれどれ。こうして見るとクリスって可愛いよな。
ちょっとキュンとくるぜ。だってヤマトをたぶらかしたな。この流れで怒られる意味がわからん。まあ冗談ね。とにかくマルさんの凄さを見てもらわないとな。さあ一緒に来るんだ。うん、外行くの？多分川上をパトロールしてから来るはずだ。後をつけてればマルさんの凄さがよくわかる。ヤマトの部屋に忍び込んで布団の匂いを嗅ぐ日課があるんだけど。いいから来るんだ。はーい。商店街とはいえ外は寒いね。この北海道は自分のおごりだ。これは助かる。で、丸木ってはどこに？あ、いたいた。ほら、あそこだ。綺麗な花です。お嬢様にふさわしい。あ、買っていきましょうか。ん？本屋にいるのは？ねえねえ、店長！もっとあたいをかまって、あたいのこと見て！なあ、もう仕事の邪魔だってな。そこ、仕事の邪魔をするのはやめなさい。ああ、てめえ確かにイエスのマルチーズ。マルギッテという名前を覚えなさい。あたいの快適ライフを邪魔するやつはモンゴリアにチャッパーシャーだった。トンファーでガードしている。ぎ軍人に手を出すとこうなると知りなさい。はっ、ナイスキック。すげえ身のこなしだな。あいてて。でもちょっと頭冷えたけ。それでいい。生まれ変わりなさい。ごめん店長、ちょっとはしゃぎすぎたわ。まあ分かればいいんだよ。そうだよな、店長がイケメンだったのは若い頃だし今関係ねえもんな。こいつ最後まで失礼なやつだぜバッキャロ。じゃあね。お騒がせしました。ありがとうよ。見たか、営業妨害の客を撃退したぞ。まあ強いよね実際。おっと、引き離されないようにつけるぞ。ねえねえ君。ん？私ですか？僕の言う通りに株をやってみないかい？儲けさせてあげるよ。断ります。株はギャンブル。下手に足を突っ込むのは身の破滅と知りなさい。違うよ、マネーゲームだよ。言い方を変えても無駄と知りなさい。でもここだけの話があるんだよ。そういう話術に絡め取られる私ではない。確実な情報なのにな。勝率 99%。 君頭良さそうだよね。この話を聞かないほど愚かじゃないよね。賢いからこそ話を聞かないと知りなさい。やるな。チェ、金持ちを作り出して僕の有能さを見せつけてやろうと思ったのに。見たか、誘惑も見事に振り払ったぞ。というかクッキーは何してるんだか。あのニエスのマルギッテ先輩ですよね。弓道部では人材を募集しているで候。弓道部入ってみません？私は接近戦を好む。諦めなさい。あー残念ですね。逸材を逃したで候。ん？何をしているで候。受け取りなさい。これは私が知る限りで帰宅部で弓兵に向いていそうな人間のリストです。おお、なんてプレミアムな情報。軍人の目なら確かで候。ありがとうございます。教えるのは優れた人間としての義務です。気にしないでいい。さらばで候。おお、部活を断ったとはいえアフターケアが万全だ。あの二人頑張ってるなあ。あれ、マルさんどこ行った？クリス、お嬢様すみません。やはり尾行されると落ち着きません。自分たちに気づいてたのか。軍人ですから。さすがマルさんだな。一体どうしたんです、お嬢様。都にマルさんの凄さを見せてやろうと思って。それは容易なミッションのようですね。まさしく。いやー、自分も鼻が高いぞ。私もお嬢様のような妹分がいて
鼻が高いです。帰ってもいいかな。マルさん、お嬢様、最高だ。最高です。しょうもない。第4話、ハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキャップ、ハッピーバースデートゥーユー。12月12日はキャップの誕生日ということで、おめでとう。おめでとうございます。松風、クラッカーを。シュワッチ、おめでとう。おめでとうさん。いやー、ありがとうありがとう、皆の衆ありがとう。なんだお前たち、えらく優しいじゃないか。どうしたんだ。いつものことじゃない。いつもはバースデーソングなんかねえじゃん。実はだな、さっきキャップがバイト行ってる間、みんなでゲームのロードオブアルカナをやっていたんだ。ほうほう、それでそれで。そしたら、その楽しくてついはしゃいで自分自身が暴れてしまってだな。キャップのプラモが一つ思い切り壊れちゃって、ほら、あー、俺のデンダロビアメが。悪いな、キャップ。はしゃぐクリを見守ってた私たちにも責任はある。つい微笑ましくて。すまない、それ頑張っていろいろ手を加えてたもんな。クリス。なんてんな。いいよクリス、プラモはまた作るさ。キャップ、俺の生誕祭だ、パーッと行こうぜ。ありがとう、さすがキャップね。それ雑誌にも載ったやつだもんな。俺だったらもうネチネチと攻めてたぜ。そういうちょっと暗いところも素敵。そうか。これでキャップも一つ年を取ったわけだね。どうだ、老いた感想は。なんかね、最近物忘れひどくてさ、ふと立ち上がったら、あれ、俺何するんだっけみたいな。一気に老けすぎでしょ。そういう話題はあと10年ぐらい取っておけ。遠くない未来ってのが怖いね。まだ女には目覚めないか。それは助かる。だから女と付き合うとか興味ねえって。めんどくさそうだもん。それなら俺ヤマトと遊ぶ。あ、ヤマトの肩を組んだ。そりゃ仲良しですからな。ああ、まあな。もっと近寄って、もっともっと。自重しろ都。しかしキャップは顔いいからな。それで異性に目覚めたらとんだ女たらしになりそうだよな。よくわからない。かわいいお前たちはそれでいいんだぞ。たらしになったらなんか得するのか。何もしないでもいろいろ世話してもらえるかもしれない。マジで。うわぁ、すんげえ職業があったもんだな。でもろ、女たらしってどうやってなるんだ。ちょっと面白そうだ。いや、それを僕に聞いてどうするのかと。もろは紙と JPEG 専門だからね。そこまで言ってないよ。では川上式催眠術をかけてやろう。出た、ほんと桃先輩は何でもできるな。気のちょっとした応用だと言っても、今回はより上手いジジイがかけるけどな。お、今学長はいないぞ。まあ待ってろ。川上院の総代はスポーツ新聞の中面を見てニヤニヤするスカベジジイ。ママ大声で本当のことを言うな。威厳に関わるじゃろ。じいちゃんだ。うわ、風が吹いたと思ったらいつの間に。相変わらずこの手のは効くな。一瞬で来る。気のちょっとした応用じゃな。ジェジェ、頼みがあるんだが。まあ挨拶ぐらいさせ。みんないつもモモが迷惑かけてるの。じいちゃん礼儀正しい。遊び相手が足りないからわしを呼んだんじゃろ。ビリヤードでもダーツでも何でもやるぞい。ハイカラだな。人生楽しまないとな。遊ぶのは後にして、キャップに催眠術をかけてみてくれ。女たらしになるようなやつ。そんなもの体
かけちゃいかんじゃろ。すぐ効果切れる軽いやつでいいんで、よろしくお願いします。うん、では授業ということで一つやろうかい。でも俺そういうのかかるタイプなのかな。跳ねのけちゃいそうだぜ。わしの指を見て。およ。うんうん、ワンコまで見たら一緒に催眠術かかっちゃうぞ。あ、そっか、さすがお姉様、賢いわ。お前はわしが手を叩いたら女ったらしになる。きっ、うん、変わってなくないか。自我の強いキャップに催眠は効かないみたいだな。風間、好きな言葉は何じゃ。冒険だろ。女体。バッチリかかってるね。女が服を着るのはなぜだか知ってるか、ガクト。あ、さあそれはね、俺に脱がされるためなんです。なんだかとても偉そうなこと言ってないか、こいつ。キャップって亭主関白ってやつなのかしら。俺はそんなつもりはないんです。ただ女っていうのは主人を探している奴隷なようなものだから、そうなってしまうんです。鼻につくな。どうだい、桃先輩、俺と夜の野球場でプライバルしないか。俺はホームランバッターになっちまうけどな。壁相手にキャッチボールしてる。これがね、ツンデレってやつなんです。お前に対してデレはないぞ、都。お断りします。すげえ、ぶった切りだ。他の男がつけいる隙など1ミリもない。そういう女ほどね、危ないところがあったりするんです。おい、かなりめんどくさいやつになってるぞ。いつものキャップに戻ってほしいわ。うん、では元に戻る。ていあれ、俺は何を。自称女たらしになってたよ。そんな俺はどうだった。その言いにくいんですが、簡潔に言うとね、うざかった。ガーン。こら待つかぜ。まあこれでわかったじゃろう。強引に性格を変えようとしても無理が生じるんじゃ。変わりたいなら自分のままでゆっくり変わらんとな。まあそうだな、楽して生活してもつまんねえし、俺はやっぱり冒険家になりたいな。ジジイのありがたい教えは受け取ったが、それでも余興でもう一人女たらしバージョンを見てみたいやつがいる。流れ的に俺って言いそう。イエス。やっぱりね、抵抗しても無駄だろうし。まあどうぞ。なんだか進路をかけとるの。では行くぞ。わしが手を叩いたら女たらしになる。あれ、ヤマトの好きなものは。ヤドカリのためなら即死できる。変わってないわね。ジジイ失敗だな。違うわい、元から女たらしに催眠をかけても意味がないっちゅうことじゃ。何、人聞きの悪いことを。俺ほどクリーンな男はそうそういないだろ。そんなヤマトもちょっぴり素敵。まあ少しぐらいそういうところもないとな。なるほど、確かにこいつは元からたらしやな。ヤマトさん、松風がすみません。そろそろマユッチ説教だな。自分もそう思う。よいしょっと。おなんだ、なんで俺を羽交い締めにするんだ、ガクト。いや、お前に女の子を食い散らかされるの嫌だから、都に引き取ってもらおうと思って。何その割といつもの展開。つまらないものですが。あ、喜んで引き取ります。まさかこんな流れになるとは。甘い、私は24時間狙っている。さあヤマト、私たちの子供のためにバースデーストングを歌うんだ。学長助けて、不純異性交友になっちゃうよ。エンジョイヤングライフ。そんな理解を示されても困る。第5話、マルさんはすごいんだぞ2。川上桃代3年、武器は拳一つ、好きな言葉は誠。いやー照れるな。ヤマトのさや、椎名都、ヤマトの剣を受け入れる。まさかいきなり手合わせとは。分かりやすい、さすがは侍の国。松風、
ご挨拶を。しっかりと、しなやかに。おっ、おら松風、まゆっちの友達だぞ。おお、さすがさすが。どうも。見たかヤマト、マルさんは声真似ができるんだぞ。無理やりやらされて照れてるじゃないか。お嬢様、優秀な私といえども、このような技はさすがに無茶ぶりです。そんなことはない、さすがはマルさんだ。その笑顔をされると私は何も言えません。マルさんも苦労するな。第6話ムサコッス。今日の退屈な授業も終わった終わった。ふむ、今日は部活が休みか。保健体育とかもうやらないのかな。あれなら寝ないんだけどな。桃よ、一緒に帰るで。ソウロ、おう、ユミ、そうだな、帰るか。ところで金持ってたら貸してくれないか。ドルでもいいぞ。貸すほどの持ち合わせがないで。ソウロ、台所事情が苦しいのはお互い様か。製品は美徳で。ソウロ、ご立派、武士娘の鏡。わあ、街に出ると誘惑が多いな。クレープ食べたいぞ。私はあんみつが。おっと、あそこにいるのは。あ、キャプテンにモモ先輩、こんにちは。どうも。都に1年生、珍しい組み合わせだな。最近時々一緒に帰る。まあ私が椎名先輩にひっついている感じなんですけどね。ほう、人気じゃないか、都。頭なでなで。ちょっと弓道で教えてもらいたい技があるもので。私に聞くより先輩に聞いた方がいいのに。キャプテンの手を煩わせるわけにはいかないです。一年生に慕われてるな、ユミ。モモ先輩、私には武蔵小杉っていう名前があります。ああ、そうだったな。でもそれ地名みたいだしな。よし、私がお猿のあだ名をつけてやろう。え、いいですよ、別に。武蔵小杉。考え始めてるし。まあ、きっとナイスなのが来るよ。本当ですかね。ケインとかどうだ。それはちょっとプレミアムではないかと。おすぎ、それもちょっとプレミアムには遠いかと。ムサシーノ、なんだかどんどん危険になっていくような。だったらムサコスだ。よし、決まり、プレミアム。なんでですか。地名のムサシコスギのことをムサコスって言うんだよ。だからお前もムサコス。そんな似合ってるで。ソーロ、くくく、かわいいよ。あ、ところでユミ、お前進路は教育学部希望なんだって。突然話が違う方向へ。川上姉妹にはよくあること。まだまだ自分も未熟なれど、教師に興味があるで。ソーロ、弓道部でもキャプテンだしな。教えたりするの好きなんだな。その通りで。ソーロ、まあ頑張れよ。なんだか先生って大変そうだからな、旗から見てると。心配無用、どのような高い壁も乗り越えるで。ソーロ、うん、ユミならクールだし問題ないか。おっと、私はこっちだ。じゃあな。さらばで。ソーロ、バイバイ。さようなら。さて、ムサコス。椎名先輩、それ定着させようとしてますけど、ノーサンキューです。ぴったりだと私は思うけどな。おっと、キャプテンの素が出てる。今日も一日頑張ったと。この表現っぷりは久喜家のメイドとため張るわね。ねえ、さっきの会話聞いてたでしょ。二人はさ、私が教師って似合うと思う？あ、ちょっと待って、ショックに備えるから。よし、心にショック吸収タイヤつけた。ドーンと来て。いいと思います。本当？よかった。でも語尾にいちいちソーラをつけてたら授業のテンポが遅れますよ。それは鋭い意見だね。少しキャラの方向性を変えないとな。キャラ作らなくてもキャプテンなら素でいけますよ。ダメだよ、私
本当は強く出られない性格だもん。舐められちゃうよ。だからクールなキャラで行くで、ソーロ。大変ですね。あ、そうだ、スーパーが一の一で安くなってるから行かないと。今日はね、家で私がお料理当番だからすき焼き作るんだ。じゃあね、ジーナさん、部活にも顔出してね。アットホームな感じですね。教師か。3年生ともなると進路もしっかり考えてるね。ふっふん、1年生の私にもプレミアムの夢があるんですよ。お、聞きたいですか？いや別に。聞いてください、聞いてください、聞いてください。はい、どうぞ。それは武蔵一族による川上の支配。うーん、町の支配者なんてプレミアムだわ。差し当たって目標は川上初の女市長ですかね。正義感はあるんでビシバシセーブに当たりますよ。こんな自分どうですか、新田先輩。いいと思う。頑張れ、マサコス。だからその呼び方はやめてくださいってば。第7話、死闘川上寿司。はっ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 は。冬のおこたは極楽ね。我もこたつは落ち着くな。アゲハさん、また勝負してくださいよ。お前はまたそれか。だから私は定期的に人を倒さないと頭にもやがかかるんですって。やれやれ、妹を見て毒気を抜かれるがいい。ハフーイ。かわゆいな。犬もこたつで丸くなるのか。たまにはね。さて、わしら4人で夕食にするかな。ジジイ、アゲハさんっていう VIP が遊びに来てるんだ。いいもの出さないと。言われんでも分かっておるわい。取ってくるぞい。ん？こたつからはなかなか抜け出られないの。お年寄りを働かせちゃ悪いな。私が取ってくるぞ。ああ、いいわいいわ。お前はカズコだとつまみ食いしそうだからな。わしが行く。失礼な。何かしら、ワクワク。本にカズコは可愛いな。よしよし。いいでしょう。100兆円でどうですか。ふうむ、買えるな。どうしよっか。冗談とはいえ、こうやって返せるアゲハさんがすごいな。金持ちについては生まれもってのこと。誇ることでもないわ。アゲハさんも妹がいるんですよね。我の妹もキュートだぞ。今度紹介してください。うむ、カズコもよければ友達になってやってくれ。うん。待たせたの。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。おお、シースートは素晴らしい。和を感じるぞ。アゲハさんはお寿司平気？うむ、我はガリに至るまでしっかり食べるぞ。さすが、エビの尻尾も狂ってやるわ。豪快です。ナイスチョイスだったようじゃな。しかしうまそうだな、この寿司。なんだかオーラが出てきているみたい。鋭い指摘だぞ、我にもそう見える。最高の素材を最高の職人が握った贅沢品じゃ。オーラも出るじゃろう。そんなにいいものを。すまないな、気にしないでください。お前が言うな、モモ。わしだってここまでいいのは食べるの50年ぶりぐらいじゃぞい。おお、レアすぎるわ。で、あるならば客人として普通にいただくだけでは気が引ける。どうでしょう、腕自慢揃いなのだから。ここは一つ川上流格闘ディナーで食べていくのは。そりゃまた豪気な申し出じゃの。いいんですか、容赦しませんよ。二言はない。このメンツであれば格闘ディナーでも美味しく全部いただけるであろう。どういうこと？まさかこのメンツで寿司を奪い合う野生のテーマパーク開演じゃ。ひー、私を実力者として見てくれるのは嬉しいけど、他3人があまりに危険すぎるわ。落ち着けワンコ、野生といえどあくまで人間の食事、下品な争奪戦は禁止。相手に少しでもブロックされたらそれまでじゃ。それでどうやって奪い合うの。ワンコのところにあるうなぎをちょっと見せてくれ。はい。お、くれるのか。いただきます。あ、うん、
とまあ、うん、こんな塩梅に騙し合っていただく競技だ。今は和子が食べる気だからダメと言えばブロック成立じゃ。うにゃ。わかったか。あくまでエレガントにだ。私のうなぎ。まあ今のは例だから私の分を返すぞ。ほらな。これは気が抜けないわ。そう固くなるな。普通に食べてれば普通に終わるさ。無理やりには奪えないんだ。そうね。いただきます。私も食べよっと。縁側おいしい。もう一個縁側。これは私の縁側がいつの間にかイカにすり替わっている。おのれ、さっきうなぎをわんこに返している一瞬の隙に。ほっほっほ、甘いな、ママ、おのれ。あ、ジジイの後ろに加納姉妹。どこじゃ。わしは姉の方が好きじゃぞ。もらった。甘いわ、ママ。いくらなんでも引っかかるか。どこ、お姉さま、どこどこ。あ、いや、その作戦だったんだって。なんか説明すると恥ずかしいな。あ、なるほど、高度な策略だわ。すごいわね、お姉さま。失敗したけどな。ホタテを食べるか。あれ、ない。甘いな、桃よ。ぬ、漁夫の利とは。大人の世界ではこれ狙いが多くてな。我も身についてしまった。大人になるって世知辛いですね。うむ、しんみりしているところをもらう。甘いわ。ですよね。って、今度は私の中トロが普通のマグロにグレードダウンしてるし。すり替えているのはせめてもの情けじゃぞ。一番手ごわいのを倒すのが巴戦の鉄則。桃よ、集中砲火させてもらうぞ。ウニっておいしいわ。見てくださいよ、アゲハさん。ワンコは食べてる姿も可愛いんだ。本当にな。付き合い、タコもらった。うむ。ようやく一つ奪い取りました。より一層おいしくいただきます。あら、付きあり、ズワイガニとボタンエビと鉄火巻きもらった。わざと寿司を奪わせて、そこにわさびを大量に仕込んでおくとは。それでもタコを残さず食べたな。立派立派。ちなみに今の隙にわしはイワシとカツオをもらったぞい。だけどこっちもカウンターでイサキとスズキをもらったぞ。おう、それイワシやカツオの方が好きだからお前のと交換しようと思うてな。なに、トラップやトレードの技も知らないとは格闘ディナー初心者じゃのう、モモよ。素直に負けを認めて普通に食せ。ぬぬぬ、でも好きあれば。ごちそうさまでした。ああ、この二人に好きなんてあるわけがなかった。当然であるな。米粒一つこぼさない、そして残さない、スマートな食事じゃったな。おいしかったわ。なんだか食事を楽しんだやつの勝ちのような。まさしくこの競技はそういうことを教えるのが狙いなのだ。食事はみんなで楽しくおいしくいただかないとな。つまりじゃ、モモ、ガツガツ戦いに走りすぎず楽しめということじゃな。そう、食事だけに言えることではないんだぞ。あれ、もしかしてこの流れ。ピンポーン。実はこれから説教へとつながるんじゃ。やんちゃな桃代には先輩として我がいろいろと教えてやらねばな。真に対すべてが重要だということを。狡猾な罠だった。悔しい。良い子のみんなは今の真似はするなよ。素人がやると食べ物で遊んでいると思われるからな。食事は楽しく、マナーよくだな。第8話出た。
クッキー第三形態だ。いやー、それにしてもクッキーがこんなに小さく変形できたとは。技術大国日本、気がついたら変形しててさ、驚いたぜ。バレーボールぐらいの大きさだよな。でかいと燃費悪いでしょ。いや、だから小さくなってコストを削減しているわけ。なるほど、さすが頭脳派ってことか。その通り、第三形態は頭がいいのさ。ヤマトみたいなタイプか。なんか一緒にされるの心外だな。大男、そうみに知恵が回りかねって言うしね。で、なんだかバカにされた気分だ。小男のそうみの知恵も知れたもの、こんな言葉通りでないことを祈るぜ。僕の頭脳があれば世界は支配できるよ。それなんだけどさ、変形したことでどこまで知識が上昇したんだ。すっごい悪口で相手を傷つけることができるよ。はは、俺様の筋肉の鎧は鉄壁だぜ。お前の友達変態揃い。ぎょ、筋肉を跳躍して俺様の心にクリティカルヒット。待て、それを悪口と認識してるなんてガクトひどいぞ。本当のことをそのまま言われると結構答えるよな。クッキー、いくら都がモロが変態だからって言っていいことと悪いことがあるぞ。いや、お前も結構な変態だと思うが。ちょっと、だからそういうのやめてくれって。俺クリーン嘘つかない。早速嘘つきやがった。さらに72の言語を操れるよ。マジで？お、何かの言葉で喋ってくれよ。お安い御用だずら。これでどうだずら。そりゃ外国語じゃなくて方言みたいなもんだろう。まあこの携帯は癒しって解釈でいいんじゃないか。そうそう、僕見た目可愛いでしょ。ちょっとはな。一発芸もできるざんす。変に器用なところはさすがだな。眺めているだけで日々のストレスが吹き飛ぶなんて貴重でしょ。で、さらにその先の携帯があるんだろ。見せてくれよ。僕は心から人を尊敬した時、その先に変化する、そういうプログラムなんだ。本当に先があるのな。ま、君たちを尊敬するなんてことないと思うけどね。さすが世界のクキが作ったロボットだ。技術の無駄遣いと見せかけて、そこが知れないぜ。あ、電池切れだ。そういや充電してなかったな。やっぱロボはロボか。コンセントこっちにあるぜ。よし、繋いでおこう。おい、クッキーの足の裏見てみろ。押すなよ、絶対押すなよって書いてあるボタンがあるぞ。うわー、ダメだ。俺こういうの絶対押すタイプ。もうちょっと迷えよキャップ。どうなるんだこれ。こんにちは、あなたの名前を教えてください。リセットされちまってんじゃねえかー。第9話、武士娘危機一髪。今日も平和だな。あー、日本客マンギョーは美味しい。クリスは故郷のリューベックではどんなお菓子食べてたんだ。日本でいうところのマジパンという菓子が町の名物だったんだ。砂糖とアーモンドを練った感じの。へー。ま、自分はそれより団子とかの方が好きだな。お前本当日本人っぽいね。うん、ふんふん。ワンコは熱心に何を読んでるの？川上キノコって覚えてる？ああ、食べると性格が逆転したやつだ。一巻で出てきたな。一巻って言っちゃダメ。あれを採取できるようになれば格闘家としては一流とも言えるんだって。ほう、キノコを採取するだけで？何せあのキノコ捕獲レベルは77だからね。まさに幻。それだけ見つけにくい場所にあるんだよ。川上院の裏山奥深くにあるって聞いたわ。採取しに行く気か？うん、
私もっと激しい修行をしたいんだけど、まだまだだからってじいちゃんがメニュー組んでくれないの。だからキノコゲットで強さを証明しようと。うん、そんな山奥やめた方がいいと思うぜ。メラメラ。ダメだ、燃えてて聞いてないや。見つからないと思うけどな。面白そうだから自分も行ってみるか。なんだか不安な組み合わせ。私も行こうかな。ありがとう。じゃあ早速出発よ。ヤマト、お姉さまには内緒だからね。はい、善処します。毎時間私の最新情報をメールで届けるから寂しがらないでね、ヤマト。はいはい。なんて威勢よく出かけたのはいいものの、まさか洞窟が崩れて中に閉じ込められるとはな。入り口完全に岩で塞がってるね。山を甘く見るなって師範代に言われてたのに。すまん、洞窟があってはしゃいでしまって。仕方ないよ、こんなに深いとは思ってなかったし。頑張れば入り口を塞いでる石をどけられると思うけど。その時にまた上が崩れてきたら危ないよ。そうだな、素直に助けを待っていた方がいい。ちょっと時間かかりそうだけどね。こういう時こそ弱気になってはいけない。気を強く持って適切な判断をしていこう。そうだね、さすがクリスだろ。なんだなんだなんだ、何か垂れてきたぞ。溜まった雨水だよ。あ、そうか。自分を驚かせるとは大した雨水だ。うわコウモリだね。閉じ込められちゃったみたい。なんだ、大したコウモリだ。クリも頑張ってるのはわかるし、私が言うのもなんだけど、ミヤコの方が頼りになるわね。だが気を取り直して、じゃーん、チョコレート。おお、頼りになる非常食の代名詞だわ。携帯していたお菓子が役に立つぞ。3等分しよう。3等分なんて提案、クリス大人になったね。うわーって、ああそうか、コウモリだったな。あれ、クリ、チョコは？ん？ああ驚いて放り投げてしまった。どんまい。大丈夫、気にしてないわ。あったかい言葉が逆になんか嫌だな。ねえ、ここにキノコが生えてるんだけど非常食になるかな。川上キノコではないな。なんだかカラフルな色をしてるわね。普通に考えたら毒っぽいけど。ワンコ、はーい、鑑定します。おお、怪しいわ。やめた方がいいと思う。そうか、なんだか美味しそうな気もするが。食べちゃダメだよ。さすがにパクリといくほど愚かではない。一安心。鑑定だ鑑定。って何してるの？麻薬とかを判断するとき、刑事がペロッ、これは麻薬ってやるだろ。それと同じだ。毒がわかるの？自分は軍隊に入る人間だぞ。どんと任せておけ。大丈夫かな。これは大丈夫そうだぞ。ちょっとちょっとなんだか気分が良くなってきたな。これみんなも舐めるか。やっぱり毒だったわ。人気投票1位のクリスさんがいいんだよ。なんという悲しい幻覚を。強い毒ね。没収。自分は何を。恐ろしい。
さすがに川上キノコが生えている場所、自然が牙を剥いて襲いかかってきてるわね。というか、なんだか寒くないか。冬の山で洞窟だからね。ホットドリンクの効果切れてきたかも。不安になるなよ。大丈夫だ、自分がいるからな。そう言って私にひっつくクリスであった。ミヤコは落ち着いているわね。昔いじめられていた時も精神的にはこんな暗闇だったしね。ははは。自虐っぽくて痛いぞ。で、そこを救ってくれたのが、わあ、ワンコ、ミヤコ、クリー、助けに来たぞ。お姉様。入り口を塞ぐ岩なんぞ私が吹き飛ばしてやったからな。あ、早く脱出しないと上の方が崩れるかも。ああ、上の岩もまとめて美少女らしく、えい、って吹き飛ばしておいたから案ずるな。さすが豪快。まったく心配させるなよ。ごめんなさい。お嬢様、お怪我はありませんか。マルさんも一緒にいたんだ。もう大丈夫です、お嬢様。頼もしいな。特に心配していたぞ、そこのマルちゃんは。その言い方はやめなさい。おっと、ドイツ陸軍がお嬢様を救出すべく出発しているのですが、止めなくては国際問題になってしまいますね。二人ともいい姉妹を持ったね。ミヤコ、お前にはあいつがいるだろ、ほら。はっ、やっと追いついた。文系の俺に姉さんとマルさんを走って追いかけろなんて辛すぎるぜ。あ、元気そうじゃないか。メールの連絡が途絶えたから何かあったかと思ったらビンゴだぜ。ヤマト、だからこんなに早く来てくれたのね。連絡が途絶えたのは県外なだけとは思わなかったのか。初めはそう思ったんだけど、なんか嫌な予感がしてさ。思った通りだ、よかったよかった。ヤマト、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 ヤマト。お、だ、ちょ、駆けつけて当たり前だろ。少しでも事故の確率があるなら行かないとってヤマト必死だったもんな。嬉しいよ。オーバーだな。まったくヤマトは普段ミヤコに冷たいくせに、ミヤコに何かあるとすぐうるたえるからな。もうそのまま挙式を挙げてしまいなさい。妙な流れを作らないでいただきたい。もうすぐファミリーのみんなも来ると思うぞ。なんだか大騒ぎになっちゃって、本当反省してます。いきなりレベル77に行かずにもっとコツコツやらないといけないな。うん、強さに近道はないって分かってるのになんだか焦っちゃって。やはり地道に行くしかないんだ。これで学べばいいさ、ワンコ。よし、後片付けして帰るか。うん、どうしました、直江大和、早く歩きなさい。だそうですよ、宮子さん、離れてくれませんか。いや、歩きにくい、べったり。走ってきたから俺汗だくだぜ。大和の匂い好きだから。うん、やれやれ。じゃあおんぶしてやるから。人生をおんぶ？今だけです。それでも嬉しい。の、はい、行きますよ。振りほどかれるのかと思ったら優しいね。まあやっぱり無事で嬉しかったしな。なんだか最近ヤマトが甘くなってきている。この調子で地道にアタックし続ければゲットできる日も近いかも。クックック。どうした？やっぱり何事も積み重ねが大事ということだね。そらそうだ。あ、なんだかミヤコが私と同じ決意をしているわ。そう、やっぱり積み重ねよね。うん、よし、体を休めたら早速勇往邁進。息が合ってるな。俺の方は嫌な予感しかしないが。ま、いいか、
これもそろそろ素直になろうかなと思うヤマトであった。そこまで思ってねえ。みんなそろそろ家に帰る時間じゃな。あー、まだ遊んでいたいわね。気持ちはわかるけどね。この5巻でドラマ CD シリーズは一旦終了だ。うん、そう思うと寂しいですね。バッキャロ、また会えるぜ。あ、今のは聞き逃せないけ。それってどういうことけ。みんな知らないのかい。だったらお金持ちの僕が教えてあげる。まあ待ちなさい。軍事機密に抵触する恐れがある。これをいつ聞いているかにもよるが、2011年1月21日に発表がある。それを待つがいい。すでにその日付を過ぎていたら、ま、そういうことだ。何なんだろうね。やだ、胸がドキドキしてるわ。あれ、なんかこの人キャラが違うような。よし、フィナーレはバシッと決めようぜ。それじゃあこの俺が締めると。わけ締めは甘いものと相場が決まってるだろ。ここは華やかな美少女たちに任せる。今年は勇往邁進、来年も勇往邁進、頑張ろうね、ミヤコ。うん、椎名ミヤコは限界に挑戦し続けるよ、いろいろな意味で。最後に声を揃えてご挨拶しましょうか。例えば、いっせーのとかで。バイバーイ、まったなー。ちょ、クリキチ。